午前8時過ぎの地下鉄大通駅です。今日もたくさんの方が利用されています。今朝通勤ラッシュの時間帯の札幌地下鉄大通駅、ホームには列車を待つ人の長い列が。車内はたくさんの乗客で混雑していました。道内では先週金曜日から出勤者数の7割削減が呼びかけられていますが、通勤ラッシュに変化は起きていないように見えます。ホームワークだとかね、それがあまりできないような職種なんですね。ですからちょっと無理ですよね。どうしても人と会わなければいけない仕事なので、マスクの着用の徹底と手洗いの徹底というところで、なんとか。携帯電話の位置情報を解析したデータでは、昨日朝の大通駅付近の人出は1週間前と比べて 1.1% 増とほとんど変わっていませんでした。こうした中、政府は明日北海道に3回目の緊急事態宣言を出すことを決定する方針です。道民からは厳しい声も。もう3回目なんで、さすがにもう我慢の限界かなと思ってきて、ロックダウンとかしないとちょっともうこの状況は変えられないんじゃないかなって思いますね。意味ないんじゃないかなって。もっと制限しないと人減ってないので。緊急事態宣言でさらに厳しい状況に置かれるのが飲食店です。コクと旨味が自慢の味噌ラーメン、札幌で観光客に人気のラーメン横丁に店を構える手鹿がラーメン。5月から6月にかけて出された2回目の緊急事態宣言の時は店を休業しました。インバウンドがもうパタッとなくなっちゃったんで、これ以上この営業時短営業云々続いたらね、飲食業はね全体的に疲弊してしまうかなっていうのはありますね。この店では以前は1日およそ200人の客が来ていましたが、今では40人ほどに。そのうち半分は料理宅配サービスの利用客となっています。いたちごっこのような感じで、まん延防止も緊急事態ももうなんとマネリ化しちゃってるというか、さらに前回の緊急事態宣言の時、札幌や旭川では大型商業施設にも生活必需品の売り場を除き、土日の休業要請が出されました。しかし今回、先に緊急事態宣言が出ている東京や大阪では土日の休業はしておらず、道の方針はまだ決まっていません。こうした中、道内では今日新たに426人の感染が確認されました。感染者の増加が続く中、こんな動きも。はい、こちらが酸素濃縮器の保管庫になっております。どうぞ。部屋の中にずらりと並ぶのは、病院や自宅療養で酸素を吸入するために使われる酸素濃縮器。ここは札幌市で医療用酸素ボンベや酸素濃縮器の貸し出しを行う会社です。第5波になってからだいたい昨日今日と今週あたりからですね、徐々にコロナの在宅の患者様で出るようになってきております。今後感染がさらに拡大した場合、医療機関への貸し出しが増えることを想定して、すでに50台以上の酸素濃縮器を確保しています。全国的に機材が足りなくなっている状況でございます。ですので我々北海道も遅れては来るものの、機材は先に用意しておかないとですね、なかなか確保の方が難しくなってくるという形でございます。明日北海道に再び出される緊急事態宣言、感染収束の出口は見えないままです。